第28装甲旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。ドリュンシュタットに旅団司令部を置く1975年から1993年まで存在した旅団。1964年から1 9 7 0年までは、ドナウベルトに旅団司令部を置く第28装甲的団兵旅団であった。両旅団は、第10走行士団霊下にあって、 シュバーベンアルプス一帯に駐屯していた。第28装甲旅団とは異なる第28装甲的弾兵旅団は1964年にドナウベルトで編成され1970年まで存在した。本旅団の一部は解体後、ノイブルク・アンデアドナウに所在した第18強度防衛団に引き継がれた。同強度防衛団はミュンヘンの 第6防衛艦区司令部の直轄部隊であった。第200戦車連隊、編集第200戦車連隊は1971年に、第30装甲旅団例下第304戦車大隊と別の1個戦車大隊をもとに、編成される。残り1個大隊は1958年にボルケンで、編成された第281戦車大隊をもとに、編成された第303戦車大隊である。 同大隊は1959年にミュンジングへ、あとの1962年にドルンシュタットへ移駐する。第200戦車連隊は1971年から1975年まで存在し、第210戦車大隊と第303戦車大隊が連隊編成に組み込まれていた。改編後の1975年から1981年までは、大隊は、 第282戦車大隊その後、第281戦車大隊に改称されている。旅団の編成、編集1975年に、陸軍第3次編成に基づき、新第28旅団は、第200戦車連隊を機関に、ドルンシュタットで編成される。第28装甲旅団は、第10走行士団霊下に置かれ、来るべき、陸軍第4次編成に備えて、 陸軍基準として、最初に実験を受ける。1976年に、旅団霊化部隊に、第304戦車大隊と、第283戦車大隊第1中隊、第283戦車大隊第3中隊、第220戦車大隊第4中隊が4個、大隊編成のために再編成される。1964年からノイブルクの第281、 装甲的弾兵大隊が旅団励下にあった。同大隊は第29装甲旅団に配点される。1968年に第284戦車大隊は再編成され第30装甲旅団に配点される。1964年に第286補給大隊はノイブ力で編成され旅団励下となる。1975年に 第200戦車連隊の一部をもとに第281戦車大隊が再編成される。1975年に第280整備中隊と第280補給中隊が新編する。1976年にはドルンシュタットにて第280戦車駆逐中隊が編成される。1978年戦車教育中隊は 第201操縦シミュレータに改変され1979年に戦車教育センター第202戦闘室、シミュレータ励下に置かれる。1975年に第280装甲偵察中隊が編成され1979年にインゴルシュタットに移中する。1977年に第285装甲砲兵大隊の一部はドナウベルトの 第305装甲砲兵大隊を構成し、編成され、ミュンジングに移住する。陸軍第4次編成での実験は1977年に完了する。第220戦車大隊は、この改変過程の中で旧投資番号の第284に復帰する。陸軍第3次編成に基づき1981年に、第281装甲的弾兵大隊は、 第282総合敵団兵大隊に解消される。1992年から1994年にかけて旅団霊化部隊は次々と解体された。この過程でミュンジングの第285総合砲兵大隊は第30総行旅団に配点される。ありがとうございます。